MD500EMD500E 操縦席 MD500 はアメリカの MD ヘリコプターズで製作された軽量多目的ヘリコプターである。練習機などとして民間や軍隊などで使われている。MD500 はヒューズ 500O-6A カユースの民間向けとして始まった。シリーズは現在 500EMD、520NMD と530回 MD を含む ヒューズ500モデル 369HS ヒューズ500モデル 369D ノーター MD520N ヘリコプターとして成功したヒューズ 500MD500 500シリーズは当初米軍の軽量観測ヘリコプター開発要求に応じて設計試作が開始されベルトヒラーとの審査を勝ち抜きヒューズモデル369として生産を開始した O-6A 海ユースとしての初飛行は、1963年2月。O-6 最初の飛行の前に、ヒューズ社は民間向けの機体を開発していると発表を行い、そしてヒューズ500として市場に出した。また、より強力なエンジンによる実用の機体は 500U と呼ばれ、後に 500C として市場に提供された。より強力なエンジン、T 型の尾翼と、 新しい5枚のメインローターブレードで改良されたヒューズ 500D は1976年の主要な機種となり4枚のテールローターブレードは選択装備であった。1982年からは機種部分を鋭利な形状として下方視界の向上、操縦室の面積拡大などが図られた 500E へと生産が移行した。530回は 500E を さらに改良した高出力仕様でより高負荷での飛行を可能とした仕様である。マクダネル・ダグラスは1984年1月にヒューズ・ヘリコプターズを買収し、1985年8月から従来のヒューズ 500E を、1997年のボーイング、マクダネル・ダグラス合併により、1999年前半に民間向けのヘリコプター製造は、 MD ヘリコプターズが継続することになる。また、乗客6名を乗せられるようにしたストレッチモデルとして MD600 も開発された。軍用はディフェンダーと呼ばれ、と対戦車ミサイルを運用できる500とはイスラエル国防軍などで対戦車攻撃に使用された。台湾海軍では保有するギアリング級駆逐艦やノックス級フリゲートのヘリ、 格納庫に S-70 が収まらず、SH-2 の台湾への輸出をアメリカ議会が認めなかったため、ヒューズ500に捜索レーダーやマット、マーク46魚雷を搭載した500、アス W を関西対戦ヘリコプターとして用いている。MD520N はヒューズ、マクダネル・ダグラスが開発したヘリコプター設計上の革命である。 従来のテールローターが不要な方式であるローターを装備したヘリコプターである。マクダネル・ダグラスは当初 520N より強力でな高性能に改良された標準的な MD530N を開発する予定であった。MD530N の初飛行は1989年12月29日で、520N の初飛行が1990年5月1日で、 あったが、マクダネル・ダグラスは、MD520N が大部分の顧客が必要な要求を満たすと判断し、MD530N の開発は中止された。520N は1991年9月13日、FAA の形式証明を取得し、最初機体がその年の12月31日工場より、初出荷された。MD ヘリコプターズは2000年に、 改良された RR250C20R エンジンを搭載し、デュフューザーとファンを強化し、外気温が高い場合にも3から5%性能が向上した 520N を発表した。ノーターは警察などの法執行機関にも人気がある。それは従来のテールローターに比べ騒音が低いためである。500民間事業用向け仕様 369O-6A。O エンジンはアリソン 250C-18B。出力 317SHP。500C 民間事業用向けの性能向上型。エンジンはアリソン 250CC20。出力 400SHP。500D1976 年の新しい民間事業用向け仕様。エンジンはアリソン 250C20 バイト。 出力 420SHP500E 機種形状を変更した最新の仕様。NH-500E イタリアで製作された 500E520N500E にノーターを装備した機種。530回 500E の上位機種。エンジンは出力 650SHP のアリソン 250C30 バイトで高音、高知性能が向上している。 大韓民国陸軍の 500MD と中華民国海軍の 500MDSW 詳細は MD500 ディフェンダーを参照 500M500 あるいは 500C を元にした軍用型 500MD500D を元にした軍用型 500MD ととミサイルを運用可能な対戦車ヘリコプター型 500MDSW ディフェンダーにソナーなどを搭載した対戦ヘリコプター型 機体下に単魚ら一機を搭載可能。台湾海軍、スペイン海軍が採用。五百 m g 五百 e を元にした軍用型。五百二十 m g フィリピン空軍向け。五百三十 m g 五百三十回を元にした、軍用型。準軍事組織向けのパラミリタリーディフェンダーも存在。五百四十回五百三十回を元に、より高出力のエンジンを装備し最大離陸重量を、 増加、メインローターも MD600 で使用されている6枚ブレードになった。O-58D の後継機トライアル武装空中偵察機計画にも提案されていたが、より大型の MD600 をベースにする機種に計画が移行し2017年に開発中止。使用された技術は 530G に活かされている。530G530 回を元にした最新型。 近代的なグラスコックピットやフレア、スコーピオン HMCS 内部に燃料タンクを備える並走ステーション ER2W を採用。2019年にはエルビットシステムズと提携してアビオニクスをアップグレードしたブロック2が発表された。警察の MD500E フィリピン空軍の MD520、MG アルゼンチンアルゼンチン空軍ベルギーベルギー。 連邦警察チリチリ陸軍、コスタリカコスタリカ空軍、フィンランド、フィンランド陸軍から12機の内8機が運用中、クロアチア4機すべてが退役、エルサルバドル5機、北朝鮮1985年、第三者であるダミー商社を用い、西ドイツ経由でアメリカから密輸入した。2013年に行われた朝鮮人民軍のパレードにて、 その時のものと見られる機体が AT-3 にて武装した状態で3でした。映像が報じられた。これらの機体は実戦にて韓国軍が運用している同系機そっくりの塗装を施し、韓国領へ乗り込むために保有していると見られる。アメリカからの部品調達は困難であり部品取りをしながら限定数を運用していると見られる。なお、朝鮮人民軍のアメリカ製の航空機は、 同期以外では存在しない。ハンガリー・ハンガリー警察アイスランド・アイスランド、沿岸警備隊イラン・イスラエル・イスラエル空軍第百六十飛行隊、第百六十一飛行隊、第百九十飛行隊で運用。日本、マイナス六日本での採用も、参照海上自衛隊五機の五百 e を、マイナス六 d a の名称で、練習機として運用中していたが、二0十六年三月、 th-135 に移行したため前期用途、廃止。軽機飛行証明を取るために、徳島で総発機の訓練を別途行う必要があったが、鹿の家で一貫教育するために、機種変更して用途廃止となった。陸上自衛隊川崎重工業が、ライセンス生産を行った O-6D を、観測機及び練習機として100機以上を運用していた。 練習機用の後継機として、機種選定が、エンストロム480、MD500E、シュワイザー 333M との総合評価落札方式で行われ、2010年2月10日に、エンストロム480が TH、TH-480B として選定され30機、導入された。民間形式名称は、ヒューズ369として登録されている。 かつては、エースヘリコプターなどが多数購入し主に薬剤散布に使用していた。現在では中日本航空が3機を運用しているのみ。XVH 韓国大韓航空によってライセンス生産された500頭を運用。ボーイングの協力により無人機化する XVH の研究も行われている。中華民国中華民国海軍ケニア500頭を運用。米国務省は、 2017年5月1日に12機の MD530 回のケニアへの売却を承認する決定を下した。推定費用は2 5 3百万ドル。レバノン2018年に MD530G の採用決定を発表。マレーシア2016年に MD530G の採用決定を発表。同年末から納入を開始する予定であったが、 2019年6月現在も、未だ納入されていない。メキシコメキシコ空軍パナマフィリピンスペインスペイン、海軍アメリカ合衆国 MD500E の、操縦席 MD500E のローターヘッド、スピード、ロサンゼルス市警察、スワットのヘリコプターとして、MD520N が登場。時速 80km 以下になると爆発する爆弾を、 取り付けられて走る路線バスを上空から監視するほか、先行して震度の安全確認を行う。ありがとうございます。